ね、吉哲ちゃんがね、私のフェイスブックにね、私のもともと出とった顔に、こう、ヒゲとか落書きしたやつをさ、でーってアップするった。で、ナオコに、で、ナオコにさ、こんな状態っていうのも送ったら、LINE で、ナオコは LINE ないけどさ、笑い転げて、久しぶり見た、このいたずらって、ナオコには受け取って言っとって、一応。ナオコにだけ受け取って。っていうかさ、ね、Facebook は、まあ、さりげなく自分のお店の宣伝をするためのツールなのに、私にそんなこと、なんか私にそんなことしよう今があったらさ、いい感じでさ、お店の自分とこのニュース、いや、だからあいつね、ヨシちゃんは根本的に Facebook の使い方が分かってない。まあ、とりあえず、ナオコには受けてますって言うとって、一応。なおか大喜びって久しぶりに見たこの手のいたずらってなおかは喜んでました。はい、なおかは大喜び。ちっちゃい子には受けるんじゃない。受けますね。受けます。まあまあいいけどね。っていうか普通さ、商売しようとやったらさ、ほんとそれこそ自分の商売のためじゃないかもね。あいつは私のニュースフィールドにいたずらするために連続しよった。まあ、なんか幸せそうでいいね。楽しそう。おい、ある意味癒し系。まあ、そうね。ちょっと607号線から入ってくるときにさ、こう、なんかちょっとほら、普通なんかほら、地下のお店とか、こう、今、縦看みたいなの入っとるやない、結構。こう、お店の入り口にこうメッセージみたいな。でもあそこやけんさ、くくりつけとかあんた危ないけんね。かずけどそんなことしたら一応違法な広告にはなるっちゃけどね。うん。だけど、なんかあるといいよね。もう一押し、あそこに。結局、例えば、ここは専門ございますので、どうぞ、春町駅の方を回って、こう、来られてください、みたいなのでもいいやない？なんか、つけさせてもらおうかな。けど、あんまり下の方につけたら、バイクとかでバーって行く人のためにとか、危ないもんね。だけ危険なことはできんげん、まあ、何もしてなかったっちゃけどね。それか、あそこの花壇のところ、だいぶ花が抜けちゃったけど、あの壁に、こう、ベタバイの看板、なんか付けさせてもらえろかって頼むことはできるね。まだベタバ、壁張りの方がいいと思う。そっちの方がいい。そっちの方がいいね。ダメ元で頼むだけ頼んでみようかね。聞いてみるのはいいと思います。ね。よかったら、ここちょっと壁ば使わせてもらえませんかって言ってから。だって、あっち側から入ろうとしよう人って、ほら、こっち側からこう曲がって入るときに、こっちじゃなくて、こう、春町駅に回ってこう来てくださいみたいな、こう、絵で書いてあったら、ね。それは。わかりやすいよね。はい。ちょっと頼んでみようかね、ダメ元でね。あ、ええの。ご視聴ありがとうございました。
お先にいただいてます。やっぱ事故のこととかなんか考えたら不向きやから、はい、ダメ元でそのアパートの壁、はい、あそこに結局あのここからだと専門ございますので、そのほら春町駅の方をこう通って梅みたいなこう絵を描いたようなやつをこうはあの刺させてもらうのがさ、交渉に行ってみようかなと思って、あの要するに ここのところこの壁のところに、この壁一面、あ、こっちこっちに分かれてる。曲がろうかなってしたときに壁、そしたら壁ベタ張りやったら事故が起こりにくいって、うん。本当はそのこっちがしたいけどね。右折される方ですね。そうそこから車で入ろうとされる方に、こうこうこうっていうのでね、こちらにお回りくださいみたいな感じの、ちょっとこう、そこ一面に。うん。ですれば、ちょっともうちょっと、あ、向こう側から回るんだなっていうのを少し分かればね。一応誘導看板にしかならんじゃけど、だけどあの営業時間が何時から何時と、一応こう、だけどそこに、何検索春待ちみたいなのをつけさせてもらうっちゃけど、下の方にはね。これの反対側のところは、やっぱり、その、オーナーさんがいざ部屋にいらっしゃるから無理なんですよね。うん、それと、その、古いですもんね、あそこの壁にね。あっちの壁はね、引っ込んどんもんね。そうですね、ちょっとまた斜めにこう。そうそう。あ、お先にいただきます。どうぞ。ちょっとどうせするのやったらね。うん。うん、だから歩きよしゃい人にうんぬんって言ったら、ちょっとこっち側からはもう全然死角にはなるっちゃけど、うん、するとしたらそっちかなと思うんだけど。だってね、あれね、やっぱり。曲がって入っていこうと思っても、要するに、なんか、こっち側からやったら入れるっちゃ、まだ要するに、福岡市内から帰る方側の時は。ほら、どうしても重たい荷物をさ、運ぼうと思うとき、実はこっち側から入りよっちゃう。あの、K やったらね、私はね。でももうドキドキして入りよよ。あそこ入るとき。だからこの間、横着してから K のつもりで入ったらさ、ほら、リーフごちゃごちゃして、リーフじゃ無理やった。で、私もこれは無理ですって言われたわ、あの、ネッサンの営業マンが。
これは相当、こう、もうちょっとこうやって、こう垂直に入ればよかった。地球で私ってもいいと思います。いや、ここも入ろうと思うよ、この時代は車両感覚がなさすぎて。どのくらいの頻度で入ってきてるんでしょうね、でも。けど、あれよ、隣の人が、なんかこう、ほら、デイケアみたいなの、こう、そうそう、あの、系ぐらいのワゴンみたいな系は入ってきましたもんね。こうですか？そう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 。あー、止まってますね。うん。少ないのは少ないけどね。けど、違うですね。初めて来たお客様に、うん、入ろうと思った時にさ、カーナビがここが曲がれて言っちゃうもんだって。ああ。だけん、そのためにもね、こう曲がってくださいっていう地図がパッて見えるのはね、ああ、なるほどってわかるわけ。で、それにはね、ちょっと。カーナビが案内する。カーナビが案内するんよ。この間私、ちょっと、なんか、ライオンズクラブの関係で、福岡病院の、ちょっとこう、そういう、こう、ほら、もう、重度の人の、あれのね、ちょっとボランティア活動かと思うけど、それに参加した後に、道がわからなかったけど、そこ初めて入れたわけよ、そういうカーナビを。で、帰る時も、どこが言うのか、ちょっと、勉強があって、帰りは本当は、カーナビいらんちゃけど、どういうふうにカーナビが言うのかをね、知りたくて、入れたわけよ、自分のところの名前の電話番号。今度のワゴン R はついてるんですね。そうそう、つけたんよ、今度は。なんでだったら、Bluetooth がつけたかったっけ。ああ、そうですね。要するに、ね、はい、いっぺん切符切られたけんさ。Bluetooth つけたやったら、それはカーナビですなって、こうこうですわですってなったけん。別に、カーナビありきじゃなくて、Bluetooth ありきやった、私からしたらね。それで聞いたら、言ったらさ、やっぱりここの道は曲がれて言うわけよ。だからやっぱあそこにさ、そういう看板がないとね、カーナビはそげん言うばってん、こうですってね。どうか、ちょっと一番初めて来たお客様には、何度も来たお客様はね、道覚えたらいいってね。はい、初めてのお客さんあそこ曲がれって言ったら、へえってなるもんね。曲がるんですね。あそこは言うわけよ。うん。うん、あっちもいいや。ねえ、うん。で、あの看板がちょっとイメージ的にはもう昔の古いやつやけん、新しいのに本当は買えない感じやけどね。うん、今の、こう、あれ、うちにあったやつ。こっち側もせえけどね。こっち側もせえけどね。ここが違いますね。そう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 。そげん言ったら店の、店そのものの七のロゴもちょっとね、変えない、考えない。全部統一性がよね、本当はね。あのね。ブランディングって言っちゃろうけど。でもなんか七っていう感じはあんまりいじりすぎん方がいいかなと思ったりもしようと、なんか凝りすぎとうのもね。うん、うん。と思ってね。だけん、春町のロゴがついとって、店の結局誘導の看板。春町の駅からこう、みたいな。で、それを、もう、壁にベタバリを許してもらえるかと。ちょっとね。ダメ元で。ダメ元で。はい、うん。なんかゆっくりイベント、いろんなイベントしましょうよ、これ。うん。なんか、着物でお出かけ、究極の、呼ぶ子のイカを食べに行こう、10月25日。着物で歩く、博多千年荒野、11月23日。今年もあるんですね。うん。で、お食自体は実費やけど、こんなし歩きましょうって。博多駅口のエレベーター前集合って。A コースさんと B コースさん。で、もう大忘年会は、ギルパラッツでしてますみたいなね。うん、とりあえず、着物でお出かけ。うん、だけどもうほら、熊本、鹿児島支局、宮崎局、熊本と鹿児島一緒くたにされたのすごいね。熊本、鹿児島で別々に成立センター。うん、宮崎は別なの。鹿児島。あ、長崎がない。っていうの、これ、ご当地版。で、もう無料でやる。どんな雰囲気かなと思ってたら、うん、言ったっちゃけどさ、行ったっていうか、登録したっていうけど、いっぺんも着付け教室に行かんかったって、ね。あ、そうなの、行きんかったって、ちょうどもうなんかガタガタして。なるんですよね。うん、行かれんちゃん。
一回間かったらもうそのまま終わったって。でもこれだけ急な案内だけど。すごい。なんか盛り上がってますみたいな。まあ、ここはさ、着付け教室で着物を着てもらうということよりも、最終的に着物を買ってもらうのが目的やけどね。ほら。でもごめん、うちみたいなさ、いいものが安い買い方知っとったらもう普通じゃ買えんじゃん。申し訳ない。この間ほら、10枚近く買っていきにした人もさ、驚きをしちゃったもん。はい、もっと状態の悪いのでね、うん、もうなんかこう、ね、とても思われると思うんだけど、まあ、あの値段で買えるの？でも普通じゃ買えんねって言ったから言わなかったもん。いやでも、普通に買っていただいた方がいるから、いらっしゃるから、初めて生まれるものであってね、あれですけど、ね、いいものじゃなかったらわざわざお声かけしませんからね。今度からもどうぞお気軽に覗いてくださいって言って、いやちょっともう、びっくりしたって言われましたね。まさか、でも見せるもの全部買うたら医者と思わかったもんやけどさ。まあ会社としても2、3枚かなと思ったけど、うん。全部やったけどね。サイズが合えばですね。そう。時計みたいな感じでしたもんね。そう。ていうか、いや、それがね、要は、お茶できるっていうか、お茶関係の方だっていうのが分かっとうけどさ、ほら、キラキラダメというか、こっち側のほら、こう、シャイニーなやつは全部進めてないわけよ、私も。これは、例えば、イタリアにね、オペラを聴きに行くときに着物でとか言われるときにはいいですけど、これちょっとこれお茶には向きませんもんね、とか言ったら、そうって言ってから、こう、ほら、なんか、で、それで、これも、お茶席には向きませんけど、こう、遊び気としてはいいですよねっていうのが、ほら、許せる範囲のものをこう出したらさ、そこはちょっと、そちらが好きか嫌いか分からんやない。けど全部こう、まあ、なんていうか、お好みがあったっちゃう、ちょうど。私もね、大丈夫。もし自分がその年やったら欲しいなと思うけど、ほら、全員がめ込んでもしょうがないやない。だけどいいなと思うと思うもちゃんともちろん並べとっちゃうけど、なんかまさかこんな全部好きと思わなかったけど、好みは全部、おしゃれな方なんや、あの方実は。すごくね。持ってきにしたバッグがね、こう、ブーブーってなっとるけど、これなんでできてるんですかって言ったらさ、畳のヘリの生地でできたバッグとか持ってきちゃうわけ、はい。おしゃれやな、ほら、それを。取り入れておしゃとこが。はい、目の付けどころがさ、で、ああ、素敵ですね。で、ショールとかも、なんか、どっか東南アジアかなんか行った時のそのショールかもしれないけど、日本には売ってない、なんかこう、少しこう、なんていうか、夏のちょっとこう、肩にかけときにしちゃうと、おいよ、こう、これどこで買われたんですかって。ちょっとこの間、東南アジアのね、外国にちょっと行った時にいいかなと思ったりしたとき、選びにしちゃうのがさ、すっごくこう、おしゃれなわけよ。で、そのおしゃれな方に、こう気に入ってもらったっていうのは、なんかこう、妙に引きつけるな、みたいなね、逆にね。で、サイズさえ合えばさ、ちょうどお好みがピッてなっとるじゃん。お買い物上手よ。ていうか、まあ、選び取る、それが分かっておしゃるっていうのがね、これはもう、買いって分かっておしゃるけん、会社、会社わけよ。うん、もしかして、私が声かけたけど、無理しないでくれ。いや、無理はしてない。別にほら、ギリで買わないかとか言うのじゃないよ。大丈夫。そんなんじゃないよ。もう、ちょうどね。で、大島もね、着る当てはないわけ。でも、地焼きの大島が29,800円で売るようなんて、ありえんけんさ。そういうの分かんしゃしてやったって。ああ、あれですね。地焼きの大島は本当は私も自分欲しかったぐらい。ただもう、やっぱさ、お客様優先と思ってからね。なるほど。で、実際、大島そんな、他にも、小判で持っとるのがあるもんやけどね。チラチラチラってしとるのとかね。それもがめ込んでもらって。いや、でもほんといいの場合、いっぱい、なんか、分かっとんしゃーの場合選んでっとんしゃった。あの日は、すぐまた2度目のご来店いただきましたもんね。違う、それがね、ちょっと見ていかれませんかって言ったら、お茶の稽古の代わりにね、ちょうど整ってますから、よろしかったら見ていかれませんかって言ったら、小1時間ぐらいお時間ありますかって言ったら、じゃあ寄っていきましょうって言っちゃったものの、1時にお客様が見えるのを約束しましたわけよ。なので、じゃあ、とりあえず一度、ね、また後から、この続きはまた後からしましょうって言ったから。お電話ありがとうございます。春松のよすみです。はい。はい。わかりました。一応お名前よろしいですか？はい、承知いたしました。ご連絡ありがとうございます。いえいえ。はい。わかりました。はい。ご連絡ありがとうございます。